ちょっと一旦カラコンを外しますねあーカラコンがどっかに落ちましたちょっと待って吸出しなきゃよしはい、カラコン外れたのでもう私は無敵ですねはいこんばんは皆様野田です今日は帰ってきてから爆睡をぶちかました野田です少々お待ちよ あの今みんなのコメント一切見れてないぞトラカンがどっかに行きましたねまあ捨てるだけだからいいんですけどもはいバイバイよしオッケーやっほー英作さん大木マリカアルミカンさんユウキニャンニャンヒロポンさん長谷川さん羽山さんプジョやっホープジョこんばんは赤福おいしいねみたおいしそう今日も食べてたねマリカ元気か元気だよヤっほー けんさんこんばんは関係ひなのんやっほー関係ひなのんだよ上岐立けんさんハートありがとう大気まだ見てない見て本当にさっきの下から本当にさっきの下のさっき通ってさっきの下君島ハートありがとうちあちゃん今日は珍しくおきてな、ね、めに行きましたあーやっほーちあちゃん今日パン屋さんだったね <laughs> 君島流れ星ありがとうハートのライフもありがとうほりこんばんは幻さんこんばんはバラありがとう のだです関係見たよ見たえらいのしたんだよね珍しく最近 TikTok を全然のせてないからちょっと何かしらのせたかったので何かしら今日撮りたくて今日はね撮ってあれしようとしてた撮って配信しようとしてたら撮るだけ撮ってカラコンがもう痛くなったから配信はラジオに諦めました。 えっと、君島寝るとこだったらラジオしながら寝落ちしていいよ。寝落ちしな。ピアノの B-Boys で寝落ちしな。マイカガチ泣きしました。最高でしたね。泣いてた。泣いてたね。泣かないで。ニコニコでいなさい。ちょっと待って、ピアノのさ、マスカルリムーバーどこなんですけど。ピアノのマスカラリムーバーがマイコなんですけど。あったわ。ごめん。 えとちと部屋なんからか可愛くて赤ちゃんですえら今日ちょっと大人っぽい格好してたんだけどな大樹草草草,草何が草アリバラありがとう何かるかぎりがとう大丈夫泣かないか泣かないで泣かないでください今日は本当に帰ってきてからねずっと爆睡してたんだめっちゃもう眠くて眠くて昨日ねあの夜ねあのダンスの練習してたの そしたら、めっちゃ全然寝れなれなかったんですね。そしたら、めっちゃ眠くて、やばい、ちょっと待って、なに、これ。まつ毛が目につき刺さってました。ゆっとひなうち、あー、ゆっとやっほー。ひなちゃんだよ。ひなちゃんだよ。今日。そう。でね、何でしたっけ。あ、そう。昨日はダンスの練習してたから、ね、すごく。 寝るのが遅かったんですねで今日寝起きるのも早かったので眠かったのだから帰ってきて寝てたゆいちこんばんはじではおやすみなさいおやすみねえななんかダンスの練習してたん、ね、でそうえらいでしょえらいでしょじゃじゃもへのに会えないきょして,て帰って帰いてうれしかったねねえうれしかっただからさなんかすごい真剣にパン屋さんだった <laughs> あのパン美味しいよねメンバーお気に入りです あと8日だもんね。何がらああ、そうだそうあそうだそうだ。何がらとか言っちゃって。そうなんですよ。あと8日で野田は君とセレンディピティの人間じゃなくなっちゃうので。そうなんですよ。今、マスカラリブーバーを全力で目に塗っております。だからね、配信しようと思ったの。配信しようと思ったのに、あの、ちゃんと配信しようと思ったのに、もうカラコンたくて撮った。ちーちゃん、実はちゃんと荒れてます。ちゃんと荒れてですね。 めっちゃちゃんと働いてたすごいあのでもあれなんだっけバイトをねしたことないんですよ私だからいいなと思って書くことんか普通の部屋のに戻るねそう一旦ね一旦普通の部屋のに戻ります一旦ねでもあのちょっとまたねいろいろ考えますね僕あの倉さんこんばんはありがとう の一人焼肉しましたね見たいいな美味しいの、ね、部屋のままひ肉全然いきます堀崎さっきのうちしてますね同じくめっちゃ同じくめっちゃ寝てた普通に帰ってきてカラコンつけたまま寝ててだからそうだ絶対目がいそう絶対それだよなんで部屋のささっきカラコン痛かったのかと思ったら絶対それだわそう あのカラコンつけたまま寝落ちしてたの、ヒナもね、寝落ちしてて、でそれでィックドックだけは絶対に撮りたかったから、と撮るだけ撮ったんだけど、まあ、やっぱりもう目が痛くて、痛くて痛くて痛くて、カラコン外して、ラジオにした。すまんね、みんな。ちゃんと顔を映して配信できるように頑張ります。いのっっー,ヤホーシャワー張ってきただ 正解するえなんかあのなんかねあの,あのチ,ェチェキ会をしなって言われたミオとテンにそう2人がねいろいろめちゃくちゃあの「こうこうこうしたらいいよ」とかめちゃくちゃ考えてくれててめちゃくちゃ教えてくれるんですよ優しいそれをしなって言ってもらったなちょっと全然部屋もかんないので今度また2人に会うのでちょっと聞いてみますね イサさんこんばんはちちゃん土曜のパン屋さん込みすぎて死んだけどねめっちゃさ大混雑だったね大人気コンテンツとこ広く頑張ってからヤッホー頑張れますヤホーダミチンこんばんはできてか,かうん、なんか言ってた聖騎士久しぶりにちゃんとてきて部ものまま会える少なくいかなきゃな来てー来てーあと部屋のだってライブは対バンはあと4回で 出たらあと5回かなで聞いてみるの聞いてみる先輩方に教わってください教わります先に食べ先に育った先輩からアドバイスは大事ねね当にね本ほんとに平さ全然わかんないからさいろいろとね教えてくれるんですよ優しいそう今度もまた3人でご飯に行くんです定期的にねちょっとね美桜とか LINE してるしね 私とか貴様って言われに行きたい死んだ貴様って言われにおいで貴様死んじゃった嬉しいね貴様って呼ばれて一生懸夜勤の日になるとも会いに来ても来て来て来てないね夜勤の日に平野ちゃんに会いに来てくれるのえっといいかな,ないとか言われて平野とも困ります困っちゃう平野ちゃんが平野ちゃんと喋るないと困っちゃうんでしょ一生懸命メイク落としておりましょうホに 本当に帰ってきてね、マジで大爆睡したの。大もで天ちゃんのコンク配っ相なの。え、部屋のコンク配でも会おかな。二十歳になったし。あれじゃね。<laughs> なんかそういえば部屋のがは直接貴様って言われたことないよ。あんな。言わないよ、部屋の貴様とか人生で一回も言ったことないからさ。そんなこと言うわけないでしょ。メガってとか、うん、バレてる。さすがにバレてる。なんだこれ、ちょっと待って、なんだ えっなんでダメなのなんで嫌なんだ嫌なんだやっぱ見ないといけないんだねでもたまに配信するねじゃあたまに配信するねたまにあの部までいったん立川公園が終わったらあれします三重県に帰りますすぐに もう、卒業公演とかったら本当にすぐに帰るもうその日に帰ろうとしてるもん部屋の俺もわしの関係いや <laughs> みんな嫌なんだえじゃあやめようかなそんなのそんなもんなの嫌なんだ嫌なんだこ一回帰ってたかな昔あ帰ってたんだへえ嫌なんだみんな逆に嬉しいのかと思った今回うっから冷めるマジなんで何でとか言っちゃってだってメイドカフェみたいなもんじゃないの っていうピアノのイメージ。ま、ラメがなんかひっついててめ、ね、にやだ。このままじゃピアノの眼球の中にラメが入る困っちゃう。ディアーズさんこんばんは。ティガーこんばんは。だから嫌いです。変えてたから嫌いなの？言ってやっぱで楽しくし,してるんだけど、わら。ね、何なんだろうね。 何な頼んだみ見えたら部屋に案内してもらいます案内しますよまた部屋のえー、本当にねあのなんだっけあれしたら見えに帰る卒業公演終わって本当に倒立に帰ろうとしてるもん普通にあっあのママがご飯作って待ってて本当はママがね来るかもって言ってたのだから一緒にそのまま帰ろうって言ってたんだけどワンチャンこんなんどうしようみたいな悩んでるからワンチャンどうしようね 今回部屋だけど二歳になった部屋のとお酒飲みたい頑張る。飲もう部屋のお酒弱いけどね。でもみんな今回は嫌なんだ。じゃあちょっと、そんなみんな嫌なんだ。ええー。お天んがやってたから、いいなぁって思って、楽しそうだなぁって思って、いやおてんもやろうかなぁと思ったんだけど、そんなみんな嫌なんだね。びっくり。意外。メイクは落ちたかなぁ。 はい落ちましたはいすっきり最高えっと、S、名古屋戻ろうか考えてるよえー、そうなのそうなのえまさかさひアのにさ話した話してそれそうなのじゃて別卒業の仕事なので別日いきます卒業の仕事なのじゃあ別日来てえっと明日と 27、28、29、あ、29がダメなのか、でも29年、ね、圧得展開もあるよ。夜かな。まあ、昼、そのまま終わったらか。じゃこっちの、ね、やもう引き払って見え帰る。うん、契約がまだ残ってるから引き払わない。だから、どうしようかなって思ってるんですけど、いったん、いったん、卒業館があったらすぐに三重県に帰ります。すぐに帰って。 すぐに実家のご飯を体内に入れる,入れる絶対に絶対にそうするそうそうママがねママと一緒に帰るかママが来,来なかったら一人で帰るかなんですけどでも早急に帰る予定で今生きておりますわかんないけどうもう終わってそう何時にあるかわかんないんですけどもう倒立に帰る勢いですよまだは。 ラッキーしなあそれだったらそうなんだそれだったんだそうなんかずっとさヘアちゃんに言いたいことあるみたいなさ言ってたじゃんくはなだ何だろうって思ってたんだよねそれだったんだえん、ー、そうなのよっこらしょーよいしょなんだこれヘアのクッションがなんか潰れてるんだがかまあ、クッションって言ってもめんなんですけどね終わった何が終わったの じゃあ、ゴールデンウィークに火花追いかけて帰省するかしない。おいで <laughs> 帰省しよう。じゃあ、えっと、っと実家帰るのにルンルンします。それは最高。マジで実家帰るってだけでも気分がルンルンハッピーだよね。え、29時、十何時まで特典会っていう話ありますかえ、全然あります。え、な,なんなら十何時からなんだろ時ぐらいまで多分やってて、4時とか5時ぐらいからまた、あれなんじゃない別の特典会、会場でやります。あと特典会みたいな。 感じでやるって聞いたでも,のも何も言われてないんだよねあの卒業公演の瀬戸利もまだ知らないし台本も言われてないしそうドレスも着させないかもとか言われたしちょっと平のもねよくわかんないんだよねあのそうそうよくわかんないんですよ私たち。 どうどうなってるんでしょうね着さ,させないかもっていうかそうなんかあのあれらしいよなんかあの前にそう前の卒業公演でなんか勝手にやられたからどうたらこうたらってどうたらこうたらみたいなあそうメンバーは何にも悪くないんだけどねメンバーは何にも悪くないんですけどなんか勝手になんかあの運営さんで揉めたらしくそれの影響 と言われております <laughs> でもどうなるか分かんないけどでも野田はさすがに来たいので戦いますよあまたそんなこと言っちゃダメだどうなるかもう <laughs> どうなるか本当わ分かんないですよね本当にマジで何もだから今日聞いたの今日どうなってますかみたいなどうなってますかどうなってますかみたいな言ってんだけどいやーいやーって感じだからね分かんないんだよね困っちゃうね杉野さんこんばんは どうなるんでしょうねでもあれなんだよねあのほんとにな何だろうそうちゃんとさちゃんとさこだわりたいじゃんさすがにちゃんとさ素敵に卒業公演もしたいのでちゃんとねなるといいなぁと思ってますマジ <laughs> で何も進んでなくてもう1週間ぐらいじゃん大丈夫なのかなっていうのはありますね なのに赤のドレス着てたしね赤のドレス本当に着たくてあれを探そうと思ってたんですけど探そうと思ってたら「いやちょっとまず着させてあげられるかも分かんないです」って言われて「えっえっえっと,と,と,とどういうことですか?」みたいな感じになって「いやーちょっと前に営で揉めて」みたいな「も,も,もうも揉めて?」みたいな「えっ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 えみたいなこうさ「えっ晴れ舞台だからねそうなんだよね。 そうなんですよ部屋の決め手としてのラッストの晴れ舞台なんですけどどうなってるんでしょうアフター大特展開でワンチャン生体衣の方とすええー、なんかさちょっとさなんかね生体衣装もねあのねまあまあまあうちらのあれもどうしようまあいっかいかうーんうちらの希望もある希望が、まあ、ちょっとまたこうこうとこうっていうのこう,こうからのこうみたいなのがあるんですよ <laughs> こうかラのこみたいなのがあるんですけどうーみたいなひアのが卒業するの許可するかどうかでもめたあそれはねそれはねもうその段階は結構もうねめっちゃ前だよ <laughs> その段階は結構前ですよその段階は結構前前にありましたねでももめてはないのかなわかんないけどやのをはもめてないそうそう上,上さんで話し合ってたのあるんじゃない しょうしょどうなるんでしょうだってさあとさ1週間と1日じゃない明日入れて大丈夫なのかな <laughs> なんかその業学園のリハをするみたいな話よねこの前ユミから聞いてあそこの前あのなんだっけメンバーレッスンがあったらしくて聞いたんだってでも私たち何も言われてなくてさどうなるんでしょうはりはトありがとう。 どうなると思う大丈夫かな平野の卒業公演 <laughs> 大丈夫かな関係平野の卒業はぎ正直寂しいよという本のぶつけておくねごめんね本当にもうねあの明るい卒業なので前向きな <laughs> でもさしくじきだって ABC タイプなんだから衣装は期待できんのよちょっとさ屋のその ABC の内容もさ言われてないんだよね ABC <laughs> <laughs> の内容もさ教えられてないんだよね <laughs> さんやってくださいってうちらへのお願いしたのよさっさにうちらというかま部屋のお願いして「あのじゃあほか面もやるからじゃあやりましょう」みたいな感じになって「いいですよ」って言われて今日 <laughs> 他面のやつが朝に出朝か昼ぐらいに出たじゃんあの残るメンバーのやつが4人のやつが出て。 これうちのやつってどうなってるんだろうと思ってスタッフさんに「えこうやって私たちのやつって進んでますか?」みたいな「え大丈夫そうですかね?」みたいな感じで聞いたらいやーちょっと分かんないみたいな感じで言われてあのマネージャーさんがちょっとあのいろいろ掛け合ってくれてなんか掛け合ってくれてなんか進んでるらしいけどどうなんだろうみたいな感じになってまあ多分 出るんじゃないみたいな多分。出るは出ると思うよみたいな感じになってあ分かりましたって言ってってヒヤノが寝ておちゃんライブ終わって寝て帰ってたらツイートされてただからマジで分かんないんだよねあの私 <laughs> 好きなようじゃないそう,どう。どうしようね <laughs>。でばいよね。私は不意識をしてだったらしいのいやそれはそう。だから本当にヒヤノも怖い <laughs>。 だからちょっと聞くねちょっとさすがに怖いですいやっちゃんもこれから頑張るんだから最後どうしっきって卒業させてあげたいや本当になんかそうなんかさなんだろうもう部屋のは普通にできたらもうなんでも OK なんだよそうもう部屋のはねもうねもうずーっと言い続けてるのが普通にさせてもらえたら大丈夫なのでって言ってるんだけどねハ年、ね、さんこんばんはあだダメだねってか部屋のそんなまた ままた言言っっちちゃゃだねねあんです、ね、やばいよねでもんか定期的に会えた信ない楽しみにしてるよね楽しみにしてて信じてって大丈夫だよ定期的に皆さん会えるようにちゃんとするのでまだ部屋の,の卒業はどうなるのでしょうか <laughs> やばいよねドキドキでももうあと1週間あと1週間なのでねあと1週間を満喫して生きようと思います ライブは本当にあと明日入れたら4回なんですよだから髪型をどうしようと思っててね <laughs> 髪型をどうしようかなみたいななんかいろんな髪型もやり,やりきったし何しようかなみたいな思っているところですねちょっとお水飲みたいんですけど私のお水が床に落下してますよく足をましようお水を飲みます でこ,れこのふたしまないのしまたしまった,まったなんか僕らのライブ行こうかな行かない行きたいってことそれはそれは行きたいってことなのいやーでも明日どうしよう明日はどこだっけ渋谷か渋谷かどうしようかな明日の髪の毛今日は卸だったんですよ気づきましたストレート新体制であんまストレートしてなかったのでストレートにしました いや新体制で出してたか。なんだっけインナー入れてからストレートもしてなかったのときはストレートにしました。部屋の入る限りいかない形で。うん、そうして。できるたか、ポストした。偉い。どうしよっかなと思って。でもインナーもね、1個取れたんだよね。だからさ、部屋の髪色がめっちゃ明るくなってる。卒業ね。あ、そうだ、卒業さ、卒業公演あるじゃ卒業公演のさ、 切れるものによってさ髪色を変えようと思ってんだよねえ <laughs> メイクさんつかないのさつこえなんかつかないと思うなんかそう多分 MV の時ぐらいしかつけてもらえないらしい <laughs> えっと実はヘアなのにめっちゃタイプえこれ可愛いよねヘアもみんなお気に入りなんだよねめっちゃ可愛くないピンクもうね最高最高だよー 最高だよーとか言っちゃって、自分の髪の毛を。今日ラーメン見て、ね、部屋も見た。かわいかった。めっちゃ頑張ってたね、なな。あれ、あれじゃない、あの叫んでたよ。なっちゃーんみたいな。最高だよーとか叫んでたんですけど、ななには聞こえてなかったらしいです。ガガガガー <laughs> えーっと、二十七仕事、チョコで行くか、前、ま、向きの道。え、来て来て。来てください。ぜひ来てください。 だけ最後にそうでよかっったねあ,れあのな,なんだっけ卒業公演でしょ卒業公演。来てね、ほんとに。みんな卒業公演来てください。だべまだ生で見てない。え、かわいいよ。見て。かわいいよ。あれが聞こえてたよ、私は。あ、聞こえてたんだ。聞こえてたんだ。ちょっと恥ずかしいな。<laughs> あと、あんまのアフター特典から不好きだった。え、かわいいでしょ、ボブなんかさ、変なはさ、そう、なんか、あのかあののやりたい流れがあって。 やりたい流れがあってさ今さインナーでさこれ入れてんじゃんで次はあのー、前頭でハイトーンしたくて金髪かピンクとかなんかそこら辺のやつをしたいのでそのままハイトーンのままボブにしてハイトーンボブして黒髪ボブこの流れをピアノしたいんだよねこの流れをめっちゃしたいんだよこの流れをめっちゃしたいの でもどうしようかなって悩み中だって今普通に普通にね今ねあの黒髪にしようかなとか <laughs> すごいなんか気分がめっちゃ変わる人なんだよ私悩んでんだよね卒業公演行きます嬉しい来て卒業公園来て誰見に行ったことあるけどこれで試験終たあそうなの今日はね多分 OK だったリリキの2日厳しが27マスカイに来て来て 来てください竹ケクさんこんばんはハイトンパブそうあれじゃないハイトンボブしようかなってえー、黒髪ボブになるまで待機待機しててタケノコさんこんばんはえそうでも本当にこの長い状態でさあの派手な髪の毛をさ一回してから切りたいんだよねって言ってって言ってさ全然切んないかもしれないけどでも切りたい気持ちがある 意外と可愛かったくないあのそのさボブ風のやつ。えボスケさん初見で初見さんありがとう。ハイトーボンボブしかいせない。え、可愛いよねハイトーボンボブ。そう。やりたくてやりたくて。だからそのそのまま黒髪のボブからじゃなくてハイトーンから黒髪にしようと思いまして。最後の宿敵ハイトーンの可能性あるかな <laughs> いやいやないかも。最後の宿敵は。 いやでもいつ取るんだろうち何も言われてないんだよね本当に。いつ取るんだろう <laughs> いつ取るからいつ取るんだろうねどうなるんだろうどう,どうなるんだろうね受付が30生までだよ。受付が30生までってことはじゃひやのは待ってってことはじゃひやのは三重県帰れないのえどういうことどうなるんだろう <laughs> えどうなるんだろう だってあの終わったらすぐあの次の終わったらすぐ帰りますって言ってんだよ。確かにええたた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 確かに。どどどど,どう違う。確かにね。あれあれで <laughs> ってことはじゃあのは五月に書くってことかな。どない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 。としさん黄色のだるまさんありがとう。 ハイトンバーブそうバーブバーブバーブ,バーブ私は次の髪の部屋のカレー設定決めてますえめっちゃいい赤ってこと絶対しようちっからのやら持って帰ろうそれは確かにあり、えー、としさんえっと紫のだるまさんありがとうマリカ結婚してありがとうとしさん流れ星ありがとうえっ、ー、とく黒い猫さんちら、えー、ありがとう えーっと運営さんスケジュールしっかり出すよそれはそうそれはそうとか言ってダメだねすいません本当に本当にすいませんね <laughs> どうしようねどうなるんだろうね何か私も山からしようかな死な絶対しよう絶対しよう運さんが見れば持ってきて書き終わったら,書き,ったら取りにた書き終わったら取りに来たらよ死んじゃった持ってきてくれるんだえどうなるんだろうねマジで 大丈夫なんででしょうかか野田無事に卒業できるのか本当に本当にね結構どうなるんだろうね不安じゃないまあきっと大丈夫だと信じてきっとなんとかなると信じて私は頑張るよえでもさ瀬取りとか台本そろそろさやりたいよねだってねどうなるんだろうあれしたいなあのミオたちのさ 時にさボール投げとかさ撮影可能とかあったじゃんそこら辺もさしたいって言ってんだけどうーんとなんかしぶられたんだよね <laughs> どうなるんでしょう, <laughs> もうガチで帰る気っな,、ね、なってたよってかマジでも帰るよ平のは帰,帰ろうと思ってるんだけどどうなんだろうねでも,もこれで平野がもし帰ったらさ 怒られるのかななんで帰ってるんですかって言われるのかなでも「の帰ります」って言ってるんだけどね上 <laughs> の分は実家の人生入れてくれといて多分犬がかも死んじゃった自分で届けるんだヒアのは <laughs> 実家に自分で届けなきゃいけないんだプジョの分だけ29を決めされるかの最後の新規特典の早々に認定してくださいいやそれなえ本当にさヒアのノ達あと1週間でさ卒業なのにさ認定しちゃないよねやばいよね <laughs> ややばいよ、ね、やばいいよよねねどうなるんだろうえ本ほんとにさどうどうどうなるんでしょう結構結構結構やばいよね大丈夫かなはあねね、<laughs> ねっ全く俺認定するの聞いていくのかやばくないえなんでさ認定はた罠なんだろう さっき見たのは箸でまだになってやばいね本当になんでちょっとやばいとかさこんなさ言えまくっていいのか分かんないけどちょっと怒られるかなや,やばくないでも普通にしてほしいだけなんだけどな気まずいな29に帰る予定なんですけどってくれした方がいいよなねもう一回言おうかなもう一回言おう <laughs> もう一回言うわ屋の コインらいや本当にそれなそれな本当にそれなちょっと本当にさもう普通にもうさなんかもうド派手とかもう好き放題やらせてくださいが本音だけどもうそうじゃなくていいから私はもう普通に卒業させてほしいな <laughs> ね普通にさせてほしい野良平さんが大体で宿題提供やりますそれはちょっとどういうこと ねえ、うん、あなたさなんか間違えてるねひだのあのさんあなた何を言ってるのまあいいけどえよくないよよくないよあんちゅうさんこんばんはえでも本当によくないよねどうなってんのどうなってんだろうちょっとはあはあとか言ってゃダメだね <laughs> すいませんえー、どうなるんだろう大丈夫かなわし君さん認定される に終わるの最高すぎ待って最高すぎ死んじゃった <laughs> やばくないじゃん部屋のやばいね怖いね某グループみたいな出現行の特典会が6月まで続いたら部屋の変えないねえ <laughs> でもあれだよあのリアとかさリア若いじゃんだからさすがに部屋のだけやるってことないから多分そんな長くない気がするけどねわかんないどうなるんだろうそれも言われてなくてあの出現行の特典会はやりますっていうのだけは あれなんだっけあそこにカレンダーに書かれてる卒業じゃなくてだったよ死んだそんな言い方しないでちゃんとちゃんとあの素晴らしい卒業です素敵に卒業ですちゃんとあの首とかでもなくあの解雇とかでもなくちゃんとあの卒業です <laughs> いやのシベリングにいるんで知ってるえマルコだよね知ってるこの前あったよかわいいよね 死んだ本当にさなんで認定され認定証ぐらいね早く欲しいでいろいろと計画が崩れたら死んだ何何を計画してたのいや無事に野田部屋の卒業できるのか皆さんちょっと楽しみだねでも <laughs> 楽しみなんだけどちょっと部屋の不安でいっぱいですわどうなるんでしょうか どうなるんでしょうか ?29 に話しますね。話してんどうなんでしょうかでもさ、29のさ、そのさ、都得展開もさ、本当にさ、何をさ、着させてもらうかとかもわかんないんだよね、本当に。いや、もう卒業して、数ヶ月後に認定したとりに受け取りに来てくださいって言われた人どうするんだろう。え、やだ、そんなの。許さない。え、やばくないだって。だってな名前書く欄とかでしょ。それだって日の幕書けないってことだよ。そんなの許さないんだけど。 ヤスユキマルコとキャスティングで ANT 名前言ってたえっ、ー、とめっちゃ可愛いけどかわいさっていえばなのしょそうだよかわいさいイコールひなのでマルコも可愛いマルコとひなのは同じくらい可愛いでしょ、えー、炎上不安するいやなうえ死んだいや <laughs> 本当にねちょっとねちょっとねもうちょっと普通に普通にね普通にしてほしいよね最悪しくられてきた同窓してでもそれしかないよね どううなるんだろうねでもなんかヘアのがね聞いた話だとなんか用意してたんだけどなんか用意をしてたんだけどなんかスタッフさんがどうたらなんかどっかになんかみたいな感じなもかんよくわかんなくて今それを用意してるのかどうかも不明なんだよね <laughs> やばいよね <laughs> やらかしてんのねちょっとねもう私たちもね何回何回言ってもというかもうねもうねもう私たちではどうにもならないんですよそう <laughs> そうなんです私似て認めなかったら多分いないみたいですほ、ね、本当にちょっとやばくない普通にでも。 ひなちゃんがいる間にみんなにひなのは認定書を書きたいしみんなに渡したいだってひなのがいない時に渡されてもさめっちゃい,いじゃないってか普通にひなも嫌なんだけどそれだったらタッキーさんこんばんはめさんひなのが書いたという手で私が筆跡が違う死んだ <laughs> でひなの文字分かりやすいでしょだからきっとみんなちゃんと分かってくれるよねすくりさん皆さんこんばんはマレーシアからですありがとうこんばんはどうなるのでしょうか 部屋のは物で,卒業できるのかいやそもそも部屋のいなかったいうことだ。うん行かない行か,かないのかねひなちゃんひなちゃんに会いに来るもんねモニターなんかひなの日程写作らんかもうそっちの方がいいねひなの自作認定者真なるのかねもう自作しようかもうその方がいい気がしてきたね大丈夫かな <laughs> なんかもう怖いな部屋の部屋の卒業できるのかなでもさっきねゆみからも本当にあの さっきあのあんま詳しくは聞いてないけど配信で何だっけ運営さんにもうちょっとちゃんとしてほしいみたいな話したんだっていうのは来た、ね、やっぱもうみんな不安に思ってんだね, <laughs> ねあ,ん、まあんま言っちゃダメかなスタさん見てたら怒られちゃうかなダメだねいやーでもどうなるのでしょうか皆さん野田平のノが無事に卒業できるのか インスタとかシェルンでもいい「ギルセンって,言って検索書きと「ゲームヒトするの」とか「あらそうなのそうなのかあらあらあら,あらもう普通に普通にしてほしいねこれから坊やとして私いろいろ幽霊してます幽霊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 になるってことどういうこといや <laughs> さっきからうーんいやー大丈夫かなーしか言ってなくてさちょっとあんまよくないねプラス発言しなきゃね前向きに生きなきゃそうみんな前向きに生きなきゃいけないよ前向きに生きようねゃャマはもう前向きに生きれるモードになったので無理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 なんでどうしたのどうしたのみなちゃんが卒業するから 卒業っだったの、大変なのですが、卒業する準備が整わなかったため、卒業延期とします。死んだ。死んじゃった。死んじゃった。ね。でも。大丈夫かな。<laughs> <laughs> おんさん、一生大丈夫かな、しか言えないんですけど。やばいね。<laughs> のちひゃのかわいいよ。知ってるよ。ありがとうね。卒業特有だけ作られてください。え、でもさ。 定期的にやまのあいう機会さあの作ろうと思ってるよねもまたなんかねできるように考え中なのでこれ <laughs> さあコーヒーの卵のができになってくださいそうしなチュールになりますね定期的にねああい機会を作れるようにちゃんとするからご安心よ左辺のに口ってごめん 何があー全然、全然、ヒャムもう大丈夫かなとか言ってるから <laughs>、いいよ。全然いいよ。ヒャ何でもオッケーな人なので。嫌だったら嫌だって言うし、全然好きに喋ってもら,うもらって。どの辺のお酒をな回か作ってくれってこと今回やめてください。死んだ。そう、あのね、あのさ、天が今回カヘ、ね、さ、一日限定みたいなやってたじゃん。でも、あの今さっきみんなに今回カはやめてください。 カフェしないいでくださいみたいな「コンカフェは冷めます」みたいな言われたんだよね <laughs> 大体2日に1回あるかよそれ今より会えてるやんすごいじゃんでもちゃんとね定期的に SNS も更新しますし定期的に配信もしますし定期的に何かしら野田ひなのの野田ひなのを供給しますね皆さんになのでちゃんと見てください よろしく。よろしくお願いします。無理無理無理なんでなんでなん部屋のがさ、定期的にさ、更新します。見てください。無理なのなんで無理なのなんでそんなこと言うんえっ、ー、と、じゃの定期コの定シューイチか死んじゃった。で、一人で定期公ーしちゃうんだ、ソロで。そうやってしちゃうんだ。そしたらみんな来てくれんの <laughs> 来ないでしょ 大事、安否確認は大事だから、いや、それはそう、安否確認大事、安,安否確認しよう。よもさ、二日に一回はコンカフェペース、二日に一回コンカフペース、何コンカフェペースって。<laughs> マイカ、DM におはよう、大好きっていうのはマイちゃんの2回にするんだ。そうして、あ、そう、DM はね、あの、お返事はできないけど、あの、前目の時みたいな感じで、ひらあの、送れるようにするので、ぜひ送ってください。設定を戻します。 のでぜひぜひインスタかな ?Twitter は元から多分開けてないんですけどインスタかなリチャードさん、職員さんえー、っと、花束ありがとうバラもありがとうお返事しないでくださいお返事しないでくださいちょっと待って死んじゃった <laughs> 待って死んじゃったあのな,なんでささっきからさみんなはさあのさ野の辺の SNS 確認してください無理あの DM お返事しないでくださいね <laughs> そうなのだろうみんな <laughs> ウケんだけど <laughs> とりあえずまずゆっくり休んでほしいかなちょっとマジでゆっくり休みますちょっと本当にあのー、本当に休みますそうあのうちのねあのー、マミーたちもすごい心配してくれてたので帰ってちょっと休みます一旦ねそい DM に頭悪いひと言書いていくことかそうだよ頭悪いひと言書いて ピッチャードさんハートたくさんありがとう。さあ野田はどうなるのでしょうか野田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 の運命はいかに受け <laughs> るね。まあでもね楽しいもうね。リアクションしてもいいです。お返事やめないで来い。えー、でも変なのあれだよ。あのなんだっけあそこのなんだっけあの記録とかもつかないやつで見れるやつにしてるいつもの。なんだっけ AKB の設定のままずっと使ってたんだよねだからそのままに戻す赤服の主人に送りつけられたらグるーってなるかもしれんそこだって部屋のままいっ三重県に帰るので赤服食べ放題なんだよ最高だね最高だね赤服食べ放題最高 <laughs> 楽しみだなの？おやすみ もなんかあれうんなんかあのなんだっけリクエストみたいなリクエストみたいなに入ってリクエストのじゃ中から見るからそれかな <laughs> でも卒業会にどんなのか気になるね気になるよねどうなるんだろう不安だにゃ <laughs> 待って不安だにゃー大丈夫かにゃ えー、すがきは食べたい。いや、それな。マジで最高。部屋、すがきは卵入ったラーメンがマジで好きなんだよね。楽しみ。やっぱさ、今までの可愛かったよ。卒決まってからビジュアルサ爆上がりしてるなんて伝ってる。とビジュ爆上がりしてる嬉しい。早くなってるのかなやった。でも本当に今、部屋の森アもすっごいハッピーなので、めっちゃハッピーだよ。結構ハッピー人生なので、楽しいです、人生が。 道可愛い可愛い,い,い,いってことひなのちゃん嬉しい知ってる <laughs> ハッピーだよほにハッピー人生結構ハッピーなんかまってきてしか頭しかないでおしゃなでもえらいひなちゃんのことで頭がいっぱいってことでしょえらいじゃんえらいよいやあと4回ですねライブ <laughs> アイドルさん卒業決めたらさみにわいくない気持ちの問題なのかなえどうなんだろうねでも部屋の普通に何にも変えてないよ全然何だらめちゃくちゃ爆食してるし全然何もしてないんだけどね気持ちがでも部屋の心が軽くなりました <laughs> ちょっとなんかさ何をどこまで言っていいのか分かんない配信だし何をどこまで言っていいのか分かんないけどね部屋の今も すごく <laughs>！愛が変な大好きと困ってるので、偉い大好きすぎてもっと困りなさい。精神的にかな？精神的に精神的に精神的に可愛くなったのかな。<laughs> 精神的かな？第12位何こと思います。やっと来てくれるの嬉しい。来て絶対来て赤色振ってね。ありがとう。なんか何でも言ってください。何でも言います。何でも言います。 そのの本当に結構自由に生きてる人間なので皆さんあの好き放題やらせてもらいます。じ春やかになってよく言うんだから、ね。いや、確かにでもそれはあるかもね。それはあるかも。マジで晴れやか、今、部屋の、うん。だって、うん、結構晴れやかだよねえ。マイカ、これ以上困らせたらしもダメだわよ。困んないで。困んないで。え、でもマジで晴れやかになってるのかなだからかな。え、嬉しい。可愛いかな。ハッピー。 ハッピーだな、可愛いかい卒業後はね、布団内に気をつけなきゃで。あと9日でしょ。ん今日で、あ、もうもう21か。あとあと8日でしょ。やばい、あと8日でし、あのー、もう卒業だよ。<laughs> やばいね。ドキドキだ。ドキドキだ。ハッピー野郎になってる。今マジ結構ハッピー野郎だよ。マジでハッピー野郎。 ひなのとりあはマジで今ハッピーめっちゃハッピー、まあ、いいか私今よくにめんだこいちゃうえひなもだよひなもめんどこありますひなちゃんとまるまる恐のやつってことあったのめんどこ最高のビジル卒業迎えてねねえ太んないに、ね、気をつけなきゃどうしようどうするだめちにひなのがさん卒業公演めっちゃ太って全然可愛くなかったら私ちょ泣いちゃうよ さすがにちゃんと卒業公園前はちゃんと綺麗に綺麗にしますでも可愛いでしょちゃんとオソロだねオソロなのかちゃんと探したのえないじゃんやばいな卒業公園ですよもうちょっとで夜なぐらいだこんばんはもうちょっとで卒業ですよひなちゃんやばいあああドキドキだドキドキですドキドキです 皆さん定期的に部アノに会いましょうね定期的に会える機会作るので来てください来てくださーいで浮気しないでくださーい27行かなかった生誕が今世のおかげになりそうなので何とか言ってつけない来てねて来て来てください来てください来てください絶対来てください絶対来てでも あ性の,のおかげとか言わないであの定期的にね会えるようにするしちゃんとまた何かできるようにするのであのそんな「今世の」とか言わないでくださいでも27来てうち太田はそれが最高のどひなだと思い,思い込みますね待って思い込み死んじゃった思いますじゃなくて思い込みますなんだ思い込みじゃなくてそうやって思ってください根性根性なの根性って言うんだ全然読めなかった 今世だと思ってた感じ難しいな。何、まあ、かつけな話はもうやめようか。ごめんね、怒んないで、ね。根性だよ。こんな難しい、わかんないよ。ラガ名で書いてくれないとわかんないし。ですボスアイドル野田平屋ちゃん、こんばんは。d a y をしておりません。野田部屋の全然お酒を飲んでおりません、本日。何、まあ、か今日友達さんで推しの話やめようっていうご飯の時、ルール作って。ちょっと待って、死んだ。推しの話やめようなの 推し,の推しの話もしないんだ誰。誰友達え、あの、なんだっけ、あの、こうくんとか、書きらへんふり仮名つけるべきだったね。ごめん、うん、そうだよ。ふり仮名つけなきゃだめだよ。やのノに、やのノに漢字読ませるときにふり仮名つけないと読めないんだから。難しいよ。難しいよって言ってさ、そうだよって言ってさ、謝らせてさ、そうだよって言ってさ、あのさ、 かあのさあ、文句言ってるのと、ヒアノウケるんだけど。よさるに、ヒアノの体重動画ちょっと似合いそうでくそ、ちょっと待って、どういうこと死んだヒアノの体重動か似合いそう、死んじゃった。どういうことどういうことそれ。実は、ニジコンさんのおしめがヒアノと同じに卒業発表するというダブルパンチくると、うわ、しんどいね。それはしんどいね、確かに。なんから、いつも今、どこ話しやがったなこな、作るかとか、変な話になった。死んだ作るの作るの なので、急に組めないと再就職するの大変。え、じゃあ、首じゃないんですけど。なんでさ、あのさ、そんなことさ、言うの?。ひやの首じゃないって、何回も言ってるでしょ何度も言ってますよね、私。首じゃないんです。ひやの、肥満なの。ねえ、んなんで,、ね、でそんなこと言うのなんで肥満とか言うの?。ね、なんでそんなこと言うのみんなひどくない?。あのさ。あのさ。ひや、ひやのが、ハッピーだって言ってますけど。ハッピーな気持ちをハッピー。 ハッピーから下げさせないでください。わかりましたかみなさん。何からで作っていいのかえ、作りたいってことなのそれは。それ作りたいってことなの関係、ヒヤの、ンかわいいの。そうだよ。かわいいよね。ヒヤンがさ、切れ出したからさ、かわいいとか言ってさ、めっちゃ頑張ってさ、言ってくれてるのウケんだけど、<laughs> ありがとう。え、ね、いや、ずっと怒ってる。ね待って、死んだ。怒ってないよ、ずっと。ずっと怒ってないよ。皆さん、違う、太ったらかわいいだろうなってことしない。ありがとうね。 ありがとうねー。太っててもかわいいよ、ひなの。太ろうか,太るあ太ろうかな、すげに違うね。で、ひなのが感じとか永遠とトめだ、そうだよ、無理でしょ。無理なんでしょ。結局、ひなのしか無理なんでしょ。笑顔が素敵ひなの笑顔が素敵だのん。そうだよ、ひなのも笑顔が素敵な女なので。とりあえずこのシシみたいに乾杯してんだから、特典がやる気持ってて死んだ。持ってきてください。乾杯しよう。 ヒアノ先弱いけどねー。ヒアノ先弱いけどねーう。せっかくのかわいいお顔が出るんですよ。そうなんです。かわいいお顔を台無しにさせないでください。だから、あの怒らせないでください、うアノ。ひアノちゃんは。ひアノちゃんはね、もうね、天才的な女なので。いやー、ルンルンだね。人生ハッピーに生きようね、みんな。みんな人生ハッピーに生きような。 今部屋のさ自分のね髪の毛をねあの,ー、あの抜いてみたんですよちょっと何お前肝とか言わないでね髪の毛を自分の髪の毛をね1本抜いてみたのそしたらな根元とあのー、毛先の色が全然違うんだけどやばくない黒と茶色伸びてきたのかな全然色違うのフリーチしてるからかなびっくりしちゃった もっと好きに、ね、スキンさせないようにってことになりたくないってことはその髪の毛言ってくれちょっと待って死んだ待って死んだヒアノの髪の毛欲しいの <laughs> ヒアノの髪の毛欲しいの <laughs> ちょっと待って死んじゃったんだけどあげるよピアノの髪の毛欲しいの髪の毛あげるよ <laughs> 売ってくれるの死んじゃったピアノでも髪の毛髪の毛いっぱい生えてるよいっぱい生えてるよ死んじゃったそれはそうだ えっと伸びたんでしょそれかな伸びたのかな次の髪色どうしよっかなあたんでるのかもたんでるのかなやだなそれもらうよ私も欲しいです1本10円でちょうだいねえみんな怖何言ってるの何言ってるの何言ってるのみんな1本10円だと1本100円だろでもさおのさ髪の毛もらったらさじゃあみんなどうするの保管するってことねえ <laughs> みんなどうするのひなの髪の毛をもらったらもしあのどっかに飾って置いておくってことこれひなの髪の毛みたいな書いて怖すぎないウケんだけど確かにできるしはね物をつとる気されてないのうんいいよ大丈夫だよ大丈夫だよ私っとしにさせてもいいけど私激うだからねいいよ好きになってちゃんと。 ちゃん逃げて、ひヤちゃん逃げて死んだ山ヤちゃんの髪の毛、ヒヤちゃんの髪の毛死んだ。一万までなら出せる私はショーケースにちょっと待って死んだそうですよヒヤノのさ、こんなさ、なんかさ、髪の毛一万円へーすごいじゃん私、ショーケースに入れろ、死んだヒヤノの髪の毛ショーケース入れんの剣んだけど、受ける、すごいじゃん。全然では好きな女の子。 の髪の毛をお守りにいる文化があります。そうなんだ。変な。じゃあ、髪の毛をみんなお守りにいるってことじ？じゃあ、じゃあ気持ちいいと乾杯する。乾杯しよう。お酒入れてきて、あのあれがいい。桃のやつか梅酒。どっちか持ってきてくださーい。今日はなんかさせる方を考えてたから、その後は考えてなかった。死んじゃった。 死んじゃったその後は考えてなかった死んだ私だけ消棄するないとね怖すぎウケるでもでも部アノの髪の毛をショーケースに入れたいほど部アノの髪の毛が欲しいってことだよね酒入れてきてそれよりなんか死ぬ怒られるかな <laughs> 死んじゃったでもさドン引きじゃないのだピアノがさ急にさ特典会でさあのさあ「お酒ありがとう」とか言って,てさゴクゴクって飲み出したらさみんなドン引きするよね普通にでも部アノお酒弱いから すぐ乾わくなるよ。今お酒はそこまで強くありませんので。セルフィアは愛してるってことね。そういうこと。いやの愛してる。そういうことです。やちゃんの髪の毛っ転売しても動からないかな。なんでその転売することを前提に考えてるんですかおかしいよね、本当に。おかしいよね。やアのちゃんの髪の毛。でもさ、普通にヒのさ、めっちゃ髪の毛抜けんだよね。困る。 髪の毛の量が多くて髪の毛の量が本当に多いんですよだからめっちゃ困るえー、ドン引きはしないけどもっと好きになるかもマジドン引きせずにもっと好きになるのガッチそれは最高じゃん飲んでる分には引かないけどえー、っとマハラインをしたら引くかも死んださすがにさすがにみんなの前でさすがにそれはしないさすがにしませんでもさすがにあのうん確かにさすがに引くやだひなの押しめ とかあの可愛いなと思ってる子とか好きな女の子が目の前でゲーってしたらあーってなっちゃう確かにね確かにそうだねそう確かにそうだねさすがにさすがにそれはしませんさすがにそこは大丈夫ですさすがにねでも本当にお酒強くないんですよ弱いですすぐに死にますお酒弱いので 好きなんなのかなんでそれは平野の,のことじゃないの野田辺のレン全員一杯ずつチョッキビル持ってきたら耐える時間になってちょっと待って死んだ野田辺のレンじゃみんな全員一杯ずつお酒持ってきてくださいで乾杯しましょうで平野と一人ずつはい乾杯半回はい乾杯でしていくんでしょうウケるんだけどダミチね汚いねなんでそんなさなんかさそんな直接的用語をさ書くの <laughs> 直接的用語本当に死んだ よよくないよそうせめて吐砂物とかにしな。何か私は好きな女の子部屋の以外にいるだけそうだよ部屋の以外にいたら許さない。許さないよ。2時になったら配信終わるね。ナグライダー何ぐらいだあそれ何乾杯じゃない感じ。分かんない。「けんぱい?」っていうのかな。ね乾杯しましょうみんなで。 ちゃんお酒が激おばですけど大事に他社仏死んだまだましでしょそんなあ,のあなたの直接的表現よりはなんかマラヤの会シンガポールでも行くのシンガポールシンガポールへのさあの海外行ったことないんだよね行ってみたい以上赤のペンライトありがとうケンパちゃん同じ坂でるお酒を組み交わすことあれかなんだっけ漫画の中にあるやつね ビールじゃなくてジンジャーエールにしとくかジンジャーエールにしとこういい部屋のビールビールね1回だけ飲んだことあるけどそんなに別に好まなかったですちょっと2番目でした甘いやつがいいなみんなでマーライオン眺めるかいってことやで死んだそうだよマーライオン眺めるかいだよいやワクワクだねみんな部屋のと乾杯しようねいつかでも乾杯しようねって思ったけどでも乾杯できないよねだって だってさみんなさだってコンカフェやだって言ったじゃんコンカフェやだって言われたからできないカルーラミルクかカルーラミルクあれでしょ甘いやつでしょで甘いやつがいい甘いやつが甘いやつがいいなヤブさん赤のペンライトありがとうななちゃん中学生の時から知ってるからお酒飲めるようになってるのが不思議な感覚ねえ部のもなんか不思議な感覚自分がお酒飲めるようになってるの変な感じする だから今回はやてやるな絶対そんなに嫌なんだねやのはそう楽しそうだなって思ってやろうと思ってたの二十歳になったしと思ったらあのそれを今日配信で言った瞬間にみんなが「しないで」みたいな「やらないで」みたいな「やるな」みたいな「冷める」とかめっちゃ言われてそんなみんなめっちゃ言うじゃんと思って竹倉さん「えー、花束ありがとう」これはミルクは家でよく作ってよく飲んでそうなの おうちで作れるんだお酒ってガールズパンもダメよさすがにしませんさすがにそこら辺はしませんひとりごと中山さんこんばんはさすがにさすがにさすがにそれはしないですそう全然あのねあのいいと思うけどひのはしないかなと思っております <laughs> そうやってふかふふ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  そんな、そんなやばいんだ。ってか、通ってたのすごいね。やなと出会う前ってことそうなんだ、そんなに。一日出勤とかもダメなんだ。天だって一日出勤じゃなかった、確か。みんなそんなやなんだね。そんなもんなんだね。いや、別にわかんないや。仲舎者なので、全然わかりません。私なの,のは。なんかあの、あれだっけ アットホームカフェみたいな感じは言ったことあるよ、一回。ヒンと出会ったとだったら私送られますかええどう思うのどう思うんですかちょっとお水飲みたいなお水飲もうかにゃー。 普通に見ると思うけど30分丸めないとか思ってるなんかかわしそうに見るえるなんかさ、今日さ、ひよのさん今日さ見たんだよねその人をねあの、持ってらっしゃった方がいてあの、すごいね、なんか怯えてたなんか多分あの、お誰か誰かに話しかけてたお客さんなのかわかんないけどその人に壁まですごい詰め寄られてて なんかすごい怒られてたのかなんかわかんないけどすごいなんか言われてすごい詰められててえかわいそうって思ってた怖いね怒られますね知ってますはいそうね昔しから敵を思ったも飛ばれた人が死んだ3回ほど待ってそうなのそんな感じなのそんな感じなの 修行したらストクラブ行ってみたらええー、ピ大丈夫行かないでいいかな <laughs> 行かないでいいかな別に行,行く人のこと否定しないけどピアノは大丈夫です全然興味がない興味ないってくれたら失礼なのか分かんないけど初回もある前に実はたくさん行った昔なそうなのそうなのそうなの言ってたんだじジュアルでこんばんは初期面夜更かしだなそうだよ夜更かしだよってか君とセレンディピティメンバーマジ夜更かしだよ かしですよ、吹き見せれメンバーは。あれは2時になったら配信終わる。さすがに。さすがに終わります。矢野はね、今日帰ってきてから寝てたんですよ。で、明日があれだから、明日なんだっけ、ライブだしまたちゃんと寝る。今日のン干したらも、もさすがに絶対嫌。さすがにしないよ。矢野もそんなおしめやだ。さすがに行かないので、ご安心を。普通に全然興味がない。 あんま興味ないとか言ったら本当に失礼なのかどうかわかんないけど失礼なのかなちょっと全然ヒアノは行きたいと思わない <laughs> つまり死ぬにイブ夫そうが元気ってことうんまあそれはそうヒヤの結構朝本当に起きれないの朝が本当にダメだからそう夜行性なので <laughs> ダメちゃんはとありがとう今言ってない顔してえないえないよ今部屋ちゃん1位でってことでもねーよん ねえやばいあしどうしようかな明日の髪の毛いった首ばきって言ったまだやってないかみたいなねしょっとんかあるかなメンチカで枠平のまださすがに全然興味ないな本当に申し訳ないけどっ全然興味ないんだよねや <laughs> のさそのアイドルとかさあのなんだっけ人にあの アイドルさんとかかわいいなとか思うけど全然さ全然さ興味ないんだよねそのうん,あんまあんますごい失礼失礼だけどあんまりねそんな言っちゃ言っていいのかわかんないけど私は興味あるんだとかそんな言うなとか言われるかもしれないけど全然興味ないんだよね普通に家から出ないしなの家から出ないし死んだ <laughs> 家から出ない <laughs> 死んだ普通にあのもう引きこもりニートなので引きこもりニートなので全然全興味ないのでご安心をこの先も一途でいいのなうん一途で言って一途で言ってください三重県は10歳で2時間しかたないそうだよ三重県は仕方ないんだよ三重県10歳あるから仕方ないんだよそれに違えちゃったあんちこもちと部屋のところそれに死んだ死んだ部屋のはそんなそんな現場には現れないのでご安心を そんな現場とかやったら失礼だね。あの、そういう現場には現れないので、ご安心を。二人もニートしてたからね。ね、本当に部屋の周りにニートしかいない。<laughs> いける。可愛い,い。あ、ニーズになったか。ランキングも。ランキングや、もっと。いきまーす。じゃ、今ボルさん、ありがとうございます。十二、花山さん、ありがとうございます。 アルミカンさんありがとうございます。10位タケクルさんありがとうございます。9位情報技術研さんありがとうございます。8位ダミチンありがとうございます。7位プジョありがとうございます。6位トシさんありがとうございます。5い君島ありがとうございます。4位リチャードさんありがとうございます。3位マリカありがとうございます。2位ヨブさんありがとうございます。 そして1堀ホリ、ありがとうございます。みんなありがとう。皆様見てくれてありがとうね。ということでね、ゆっくり寝ましょう。明日はライブです。明日もライブです。明日はあれですよ。なんだっけ。明日は渋谷です。渋谷でライブです。夕方からかな夕方ですね。 ぜひ遊びに来てくださいみんなありがとね見てくれてゆっくり寝まーし明日来てねー明日は残り4回のライブでーす <laughs> ということでおやすみまた明日ねあしたねんまた今度ねまた今度ねちょっと